さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。我々元気です。元気です。さあテレビちゃん、今週はどんなお話が聞けるんでしょうか。はい、まずミシェルさんといえば地元は浦安です、ね、はい、浦安です。浦安のお好きなところたくさんあると思うんですが、一つ挙げていただくとどんなところでしょう。こ、はい、んなところある、まあいろいろ楽しむところがいっぱいある。海のすぐ近く。そうですよね。まあマンション、新しいマンションと旧住宅地もあるっていうね、昔からのね、両方新しい歴史と古いものがあってたくさん出てきますよ。そう、今一つって言ったんですが、たくさん出していただきました。一つじゃ収まらなかったです。浦安大好きのミシェルさんとお届けいたします。今回まずご紹介するのは、地元茨城で環境整備、そして子どもたちの育成を第一に考え、住宅の設計などを行っていらっしゃいます、こちらの企業様です。現在日本が抱えるテーマには、空き家問題や地方衰退など、住まい、そして生活に直結するさまざまな問題が存在している。それは家づくりに携わる住宅業界にとっても大きな課題であり、変革は常に求められていた。そんな時代に地域に根ざした取り組みで信頼と実績を築き上げた男がここにいる。マリオン株式会社一級建築士代表取締役小島修一。地元茨城県を舞台に建築設計、リフォーム、さらに建築資格の取得支援まで、地域密着型の住宅事業を展開するマリオンでは、我が子の名前をモチーフに名付けたマリオンという社名通り、これからも大きな成長を秘めた企業として人に優しい家づくりを展開し続けている。今回は幸せの一級建築士小島修一をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。創業されたのはいつなんでしょう。会社にしたのは3年前ですね。その前は個人 で、ね、はい、まあ、個人の時はあの設計だけをやってまして、会社にしてからその残り2つですね、リフォーム。それ設計の時は住宅の方を主にやられてるわけですか。はい、そうですね、個人でやってる時はまあ2人ぐらいでやってたんで、はい、住宅がメインで、はい、メインですね。そうですか、はい、土浦という場所にご縁があったんですか。いや、私は同じ茨城県で、はい、土浦の、まあ、隣町っていうんですかね、はい、石岡市っていうところで生まれて育って、はい、そうですか。で今はやっぱりその会社なる土浦市の隣のつくば市っていうところに住んでます。会社だけ土浦に。そうなんですね。へえ、じゃあ勉強されてたのももともとはつくばだったんですね。そうです、はい、修行先はつくばで、はい、修行させていただいて。大きく変わってきましたもんね、この何十年で、うん、そうですね、つくばは、ね、まあ、電車も通りましたしね、はい、もう本当秋葉原からすぐ着きますよね。そうですね、今だと45分で着くって、ね、帰って土浦からその元々ある常磐線で秋葉原に行くよりは、つくばの TX の方が全然早いですね。早いですよね、はい、でも土浦の場所にこの会社を構えたのはどんな理由なんですか。はい、先ほど言いましたけど、私が生まれたのがその石岡市っていうところなんですけど、うん、まあ、石岡市もその昔はまあほどほどにこう町だったんですけど、うん、土浦はもうなんですかね、昔からこう華やかな町で、はい、今はもうちょっとシャッター街になってるんですけど、その幼い頃のなんですかね、こう思い出が土浦にあって、はい、だって土浦ってデパートとかも、ね、かなり充実してますよね。そうですね、土浦は今茨城で丸い、名前出したらいいかもしれないです、丸井さんって水戸にまだあるんですけど、当時は土浦とかにもあって、声優さんとかこう土浦、そうですね、デパートが華やかだったんですよね、昔は。土浦っていう町のそのじゃあ移り変わりをずっとご覧になってきて、はい、いかがですか。そうですよね、なんですかね、まあもう会社を土浦に置こうと思ったのもその、まあ、なんですかね、こう建築関係都市、まあ、そういうのに携わってるんで、まあ、ちょっと明るい町に
するのに携われればなと思って会社を起こしたんですけど、まあちょっと寂しいですよね。今はもう本当にこうシャッターがみんなシャッターが閉まりっぱなしなところが多いんで、はい、やっぱりそのつくばエクスプレスがつくばで開通したっていうのが大きいんでしょうか、はい、土浦でなくて。そうですよね、それも一つの要因ではあると思うんですけど、まあもともとその前からちょっとずつあれですよね、つくばがまあその開発されてきている分、はい、やはりあの土浦で商売されてた方がつくばに移ったりとか、あ、まあ、そういう流れですか。多いですね。あ、まあその会社自体は土浦にあってもまあ筑波営業所を出してメインは筑波になってるなんていうのも多いですし、はい、今一級建築士さんの人数で言っても、はい、やはり筑波の方が多いっていう。そうですね、筑波の方があの多いですね。やはりあの元々はもうもちろんその筑波は新しい町なんで、はい、土浦に いらっしゃった方が、うん、まあ、筑波に移る方も多いんで、うん、まあ、あのタウンページなんかで言うと筑波がの3分の1ぐらいですかね、土浦で設計事務所としてこうやられてる方、ページ数が全然違いますね。そうなんですね、はい、でもやはりその小さい頃からの思いと憧れの詰まった土浦で開業されるわけですよね、はいはいはい、そうですね、うん、はい、あの筑波はまあ何ですかね、こうどん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 発展してるんですけど、まあ、土浦はこうみんなで頑張らないと、うん、頑張ってほしいな、そういう流れだから仕方ないところがあるんですけどね、はい、それはまた蘇らしたいですよね。そうですね、はい、本当にあの、まあ、僕と同年代は結構そういう思いの人らが、うん、まあ、業種は違っても周りに結構いるんで、うん、はい、根強くお願いしますよね。そうですよね、はい、土浦であのハウスメーカーさんに頼むんではなくて、はい、一級建築士さんのいるマリオンさんに頼むとこんな強みがあるぞっていうのはどういったところでしょう。はいはい、そうですね、あの私ども、まあ、あの もちろん地元でこう育って地元の風土からもう何ですか、習慣から何から、小さい頃から知ってますんで、うんうん、やはりあの その、まあ、地域に合った、うん、まあ、住宅であれ建物であれこうご提案できると思いますし、まあ、悪口じゃないですけどハウスメーカーさんの建物っていうのは、まあ、全国どこでも同じ建物で、あ、それとはまた僕らはその違うその、まあ、地域密着 のそこここにはこういう建物だっていうのがご提案できると思うんで、それが強みかなとは思ってます。さらにマリオンのもう一つの強みである地域密着の営業方針で新しいリフォームの形もスタートさせていた。どんなリフォームをされてるんでしょう。そうですね、今、まあ、リフォームの方もですねこう徐々に携わさせていただいてて、で今年も今二棟リフォームやってるんですけど、なるべくそのお客さんのお話を聞いて、で、まあ、もちろん何ですかね、もう古い家もリフォームしていくとか、あとは何ですかね、もうご年配の方の住宅なんかに携わさせていただくんですけど、まあその後々こう資産としてでき、はいはい、資産化リフォームっていうふうにあの位置づけてやってるんですけど、まあ、その方のライフスタイルとかその土地の評価とかそういうのに合わせてこうその方に合ったリフォームのご提案をさせていただいて、後々その財産にしていけるような。親子代々ずっと使っていくような、はい、あ、マリオン様の物件の特徴も教えていただけますか。はい、まあ、もうもちろんなんですかね、もうなるべくこう、はい、こう県、まあそうですね、地元の材木を使う、はい、まあ、木造住宅であれば木造の建物であれば地元の材木を使うような形で、はい、わー、かっこいいですね。あのカウンターがもうお店みたいですね。はい、わー、素敵。これお店じゃないですか。はい、これはあの普通の住宅なんですけども、カウンターがある、わ、いいな。なんですかね、それはあの僕の生まれた石岡っていうところの石岡で、はい、石岡はあの本当になんですかね、国府があったぐらいなんで、もう本当に古い町なんですけど、周りもこうなんですかね、こう古い
家がある中で新しい住宅をこう建てるにあたって、まあ、その町に調和するような形のデザイン、瓦屋根ですかね。そうですね、瓦屋根で、まあ、材木を見せるような形で、はい、野茂軒つくばの物件も見せていただけますか。はい、はい、これはあのまだなんですか、ね、私が独立させていただいてすぐにあの携わさせていただいたんですけども、はいはい、あの3番のお写真ってもしかして、はい、暖炉、そうですね、あの薪ストーブですね。うわー素敵ですね。実際もちろん使える。そうですね、はい、これは本当あったかいですね。この家は、まあ、70坪ぐらいあるんですけど、もうこの暖炉一つであの冬は全館もう全部屋に暖かくなって流れていくわけですね。逆にあの2階なんかは暑すぎちゃうぐらい調整しないと。さらに現在住宅業界の大きな問題となっている空き家問題だが、土浦市にはどのような影響を及ぼしているのだろうか。茨城県自体でいくと7軒あの住宅が7戸あると1棟空き家ぐらいな比率で、こうなるほど、どん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 なんですかね。まあまあ、もちろん日本全国の多いね多いですね。こう、まあ、高齢化問題っていうのもあるんだと思うんですけど、高齢化社会に、まあ、そんなにあるもんか。で今話題になってますよね。そうですね、まあ、特に土浦あたりだと、なんですかね、こう若い方は都内にこう出ていく方も多いんで、どうしてもその後継ぐ方がいないんで空き家になってしまうんですけど、まあ、その空き家になる前に、まあ、その空き家にしないための、まあ先ほど の、 その資産化リフォームっていうのは空き家になる前に対策をしたいなっていうふうには考えてるんですけど、まあ、その時点で、まあ、そこにその家の持ち主さんが、まあ、そこに住む住まないは別にしても、それを誰かに貸すとか、貸すためにそのリフォームしてするとか、まあ、リフォームしないでじゃあ更地にした方がそこは使いやすいとかっていうのをこう提案していきながら、まあなんですかね、明るい街づくりができればって思ってるんですけどね。資産化もそうだし、利用価値を増やすっていうこともね、はい、大事になってくるしね、はい、本当に必要だと思いますよね。この7軒に1軒が空き家になってしまってるっていう、その今現状でも逆にビジネスチャンスとして捉えてらっしゃる、はい、そうですね、まあ、あのもちろんそのビジネスもあるんですけど、まあ、なんですかね、こう小さい頃から華やかだった地元ですからね、こう町を明るくしたいって思いのは強いかもしれないですね。そうですね、やっぱり空き家があると暗くなっちゃうんで、はい、地元を愛し地域に根ざした活動で人々の暮らしを支え続ける小島秀一。そんな男が心に刻んだ格言とは。本当に昔からなかったんですけど、ここ40過ぎてからですかね、まあ、その時その時一瞬一瞬を全力で生きるっていう、まあ、今を生きるっていうのをいつも頭に何ですかね、こう置いて生きてるつもりなんですけど、はい、素晴らしいその情熱でね、明るい街づくり、今後とも一つよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。